今日3番手からっていうのは、いやー鼻切ってほしかったんですけど、はいはいはい、スタートがもう一つやっぱり上手じゃないんで、あのうちで仕方なかったのかなっていう感じなんですけど、はいはい、まあ冷静に乗ってくれてたと思います、ね、はいはい、やっぱり1400以下のこういう小回りはいい感じですね。そうだと思うんですよね、揉まれなければ、うん、はい、かなり対応できると思う。まあ、次東京スプリントっていう行為のそうそう、ね、はい、ことですけど、ちょっと枠入っても揉まれなければっていうことですかね。これ前走の中山でなんか急に強くなったのは何か。いや1600万でも結構強い勝ち方してたんで、はい、そのブリンカーしたのがやっぱり良かったのでしょうね。まあ、能力あるけど、生まれ弱かったっていうと、そういうところではこの馬の形になれば、ああいう出せる力はあると思います。で、やっぱ子供子供してたんで、はい、ライブレースにこう集中して走れるんやなって言われてますよね。レース前でも結構グッとこう、あの落ち着いて歩けた、はい、で、そういう意味ではだいぶ力を発揮できるような、はい、あの条件というかが年齢的な、はい、待って、はい、思います。はい。わかりました。東京スプリント。はい。はい、なんか三つぐらい重賞勝たないと G1出れないと思って。ああ、そうですか。JBC スプリント。はいはい。それは賞金的な落としたくないですね。スプリント、北海道。はい、まあ、北海道とかクラスターとか盛岡もありますけどね。はい。でも今年はもう秋は JCB スピードが最大目標。そうですね、もちろん。はい。わかりました。おめでとうございます。はい。はい、あのリッキーより走ると思ってた。二枚看板ですね、オーバー。